115万払えや。やめてくれ、やめてくれ。 OK。 私はカリスマ女優。今回の芝居は時代物だから衣装費10万円を徴収します。了解です。もしかしてお金にお困りですか？ちょっと相談乗ってもらえませんか？パクリとあるお風呂の位置だ。生き残ったら貸してやる。ちょ、エペさん、何なんですかこれ。そこの無料企業セミナーでコンサルに相談したら、それでビビッときたんです。触ったことないから、触り方教えて。ズキューン。誰がやった？高い金で命を救うのも、安い金で人を殺すのも、仕事は仕事だ。あんた人間じゃねえよ。私は女優になれるなら死んだって構わないわ。金の苦しみがなんだ。地獄はそんなもんじゃねえ。